合法昔話の時間だよ。みんな集まれ。ありがとう。新しい人だ。新しい人や。新しい人や。よく処刑してる人ではこの前処刑された気がする。なんかよくみんなを変な処刑の仕方する人では前チャーシューにされた気がする処刑の人。はい、というわけで新しい紙芝居のおじさんのリンゴです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんなゲームは好きですか？好き、大好き、大好き、超好き。今日はゲームのチートに人生をかけたハッカーおじいさんたちの物語じゃ。おおおじいさんですかそれ？もうダメなんじゃ、チートの時点でダメなんじゃ。ゲームのチートというのは皆さん知ってますね？はいはい、はい、まあ一時期で言うとプロアクションリプレイとかありましたね。ありました。懐かしい。オンラインゲーム全盛の今でこそチートは悪という認識が広がったが、それはオンラインゲームという場ではルールやゲームバランスを崩壊させてしまう。今でこそバンされるような行為になったわけじゃが、昔はそこまで風当たりの悪いものではなかったんじゃ。おお、レベル100になる本とか懐かしいですね。おお、なんか実績になる。じゃあ業界もいたんかいや、悪魔つながりで。なるほど。実際にポケモン世代の子供たちはどこから聞いたわけでもなく、みんなポケモンをレベル100に上げる裏技を知っておったんじゃないか。いや知らんないや多分ドーグランのあたりでセレクトめっちゃ押してた記憶あるな。空飛ぶピカチュウとか作ってた子はおらんかな。波乗りピカチュウにするためにあのドコグラグみたいなグラフィックになった記憶もあるな、うん、よくわからんけど道具でセレクト B すると大体バグるとは知ってたなではお話を始めましょう。昔々まだネットの攻略サイトなんてない、そもそもネットもないような時代のお話。おう、はい、実は元来ゲームのチートというのは開発者が自ら組み込むものじゃった、漫画やテレビでよく引き合いに出される有名なコナミコマンドはゲーム開発者の橋本和久氏によって生み出されたものじゃ。ファミコン版グラディウスが難しすぎてデバッグに支障があると判断したことから組み込まれたのがコナミコマンドじゃ。そうなんや。あ、テスト用だったんだ。もともとは開発を助けるために制作者によってわざと入れられていたのがチートだったんじゃ。しかしそんな常識を打ち破る者たちが登場する。何？イギリスのあるところにゲームのプログラムができるおじいさんの兄弟が暮らしておった。格安のゲームを作っては売って生計を立てていたおじいさんたちはある時外国からやってきた最新のゲーム機に出会った。外国からやってきたこのゲームは当時アーケードでしか遊べなかったゲームを家で遊ぶことができる破格のスペックを持ったゲームじゃった。うわ嬉しいやつやそれこのスペックがあればあんなゲームやこんなゲームも作れるかもしれん。しかしゲームを作ってみたもののどうにもこうにもゲームは動きません。このゲーム機にはライセンスされたゲームしか遊べないようなロックアウトチップが搭載されていて、簡単には自分たちで作ったゲームをプレイすることができなかったんじゃ。それでもどうしてもこのゲーム機で遊びたいおじいさんたちは必死にその解除方法を考えました。そしてついにおじいさんたちはこのロックアウトチップを回避する方法を発見した。本当にハックしたやん。そうして生まれたのがチートから生まれたチート太郎じゃ。チート太郎？チート太郎？名前よ。僕はチート太郎。生まれてすぐだけどレベル99だよ。チートや。チート太郎や。チート太郎のおかげでおじいさんたちは自分たちのゲームを動かすことができるようになりました。よかったですね。よかったのか。よかったんかな。よかったの。しかしこのチート太郎、実はとんでもない特殊能力があることが分かったんじゃ。おじいさん、僕には隠された力があるよ。最強主人公的な。チート太郎にはおじいさんたちが意図したライセンス外のゲームを遊ぶという機能以外にプレイヤーに不死身や無限の弾薬、レベルスキップなど開発者が全く意図していない遊び方をゲームに発揮させる力があったんじゃ。開発者が組み込んだチートではなく後付けの裏技、つまりチート行為を後付けすることが可能になってしまったんじゃ。まさにチート革命と呼べるじゃん。生まれたんだけど革命来たあれ僕またなんかやっちゃいましたとどこ吹く風なチート太郎をよそにおじいさんたちは興奮しておった。これは金になる。おじいさんたちはひらめいてしまったのです。いやもう早い。おじいさんたちはこのチート太郎を量産し大量に売れさがきました。当時のゲームは難易度がバグってるレベルのものも平然とあり、クリア困難なゲームも珍しくなく、プレイヤーの中にはチート太郎を大歓迎する人もおったんじゃ。そういう潜在的な需要もあってチート太郎はバカ売れしてしまった。うっほ、見たこともない金じゃ。チートの力でリアルマネーも増えちゃったね。確かに現実攻略してる。
しかしこれをゲーム機開発会社が黙って見ているはずがなかった、うん、というか角を生やして鬼のように怒り狂っておった、うんうん、そりゃそうよ。ゲームの寿命を縮みかねないチートを危惧したゲームの開発企業は当然これを裁判所に訴えようとするわけです。そりゃそうよ先生のあれですね、専門の話になってきましたね。そうだわ。しかしここでチート太郎、誰も予想だにしなかった動きをします。お、またなんかやっちゃう、うん、なんとチート太郎が一番売れていたアメリカで棄権を制してゲーム企業を訴えたのです。なんやって。チート太郎の先行ドロー、確認訴訟発動。チート太郎は自らが著作権を侵害していないという確認を裁判所に求める訴訟を繰り出しました。もちろん企業の方も黙ってはいません。準備していた訴訟の材料で反撃を繰り出します。ゲーム企業のターン、ドロー。訴訟カード発動、反訴。チート太郎は我が社の知的財産を侵害している。チート太郎は販売禁止にするべきだ。マットデックさん。こうして戦いの火蓋が切って落とされたのじゃ。第一審では裁判官もゲームというもの自体への理解が浅かったのか、チート太郎の使用を、あーはいはい、ゲームね、うちにもありますよボードゲーム、孫が自分で考えた新しいマウスを書き加えたりしててね、このチート太郎ってのも買ってきたゲームに書き加えるのと一緒でしょと一周してしまった。なんてこったい。おや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 、浅すぎて草。最初の試合、おじいさんたち対開発企業、なんとおじいさんたちの勝利と。あーすげえな。しかし企業も黙って煮え湯を飲みません。クソ、仕方ない、奴らを呼べ、チート太郎を抹殺せねば。こうしてつよつよ法務部から最強の法務部特選隊がやってきた。そんな金融特選隊みたいな。金融かな。デスティニードロー。合衆国法律集第15編第1121条の効果に従い、上訴管轄権を有する第9巡回区控訴裁判所を召喚する。なんてこれと戦えるんですね、とりあえず。本家の遊戯王並みに何回になってきましたよ。こうして裁判第2回戦の幕が開けたのじゃ。とりあえず戦えるわけやな。なるほど。法務部特選隊、今度の理論武装は一味違います。チート太郎がやっているのは我が社のゲームを元にして別のゲームを作る行為、すなわち二次著作物を作る行為に他ならない。あ、確かにチート太郎によってプレイ可能になったゲームが別のゲームであると認定されたら、それはある種の二次創作ということ、元のゲームの権利者の著作権を侵害しているということになります。今から見ても惚れ惚れするような見事な法律構成じゃ。いや、死ぬでしょう。いやー、ハックロムとかそうですもんね、うん。これには差し物チート太郎も万事休すかと思いきや、チート太郎はかけてもいないメガネをキラリと。いや、多分これもチートの力や。二次的著作物と認められるためには保護された著作物を何らかの具体的あるいは恒久的な形で取り込まなければならない。僕がやっているのはそのゲームの表示を都度改変しているだけだから、新たな著作物を作っていることにならない。ヘリクツ。なるほどね。まさに一刀両断です。ずる賢いなこいつ。チート太郎は裁判所でもチート的強さを誇ってしまった。さらにチート太郎は著作権侵害をしていないことを認めさせるだけでは飽き足らず、訴訟中チート太郎を販売できなかったことによる損失1500万ドルと弁護士費用まで開発企業からぶんどったんじゃ。やばーやばー、すげー、えぐっ。悪やん。ちなみに当時のドル円レート今と同じぐらい円安なので21億円ぐらいですね。やば。そんな感じで2連勝、裁判で勝ち、アメリカ国内で販売する法的なお墨付きまでもらってしまったんじゃ。こうしてチート太郎は何百万台と売れ、他のゲーム機でも発売されるなど商用的に大成功し、1991年のクリスマスには全米で5番目に売れたおもちゃとなってしまった。ちなみに91年の一番売れたおもちゃがスーパーファミコンですね。で、もちろんこのスーパーミ版のチート太郎も堂々と作られました。確かに当時のゲームは少ないゲーム容量の中でなんとかゲームの寿命を伸ばすため、今のゲームと比べてもはるかに難易度が高く、なかなかクリアできないものばかりじゃったから、それを簡単にしてくれるチート太郎にアメリカの子供たちは夢中になったことじゃろう。そうしておじいさんのうちの一人はイギリスのゲーム産業を発展させたとして大英帝国勲章まで受け取ったんじゃ。その後いろいろと法制度も変わり、現代の日本においては著作権法違反以外の方法でも改造を摘発する環境が整ってきた。今なら不正競争防止法も不正電磁的記録作成罪も使える可能性がある。今度は改造業者にとって苦しい時代になってきたんじゃ。ついでにこの頃になると開発者自らが仕込むチートも激減しておった。その一因となった事件についても触れておこうかの。
アメリカのとある大人気クライムアクションゲームで、開発者がゲーム内でエッチなことができるミニゲームを作ったんじゃ。しかしこのゲームの開発完成直前になって、開発会社の営業部門が、こんなエッチなゲーム売らせてくれる国が少なすぎますと悲鳴を上げた。まあせやな、悲痛すぎる。開発会社の社長も仕方なく、あーもしもし、なんかゲームがエッチすぎるんだって、エッチな要素減らしといてと開発チームに命じたんじゃ。直前の変更ということもあり、開発チームも今更そんな変更したらどんなバグが出てくるか分かりませんよと不満たらたらじゃったが、なるべくゲーム自体への影響が少ないよう、エッチなミニゲームの機能を削除するのではなく、うん、無効化することで対応した。おと話がここで終われば、よくあるブラックな開発現場のお話。無効化嫌な予感がする。しかしそうはいかなかった。このエッチなグラフィックは、オランダ人ハッカーのおじいさんがこの機能に気づいてしまったんじゃ。ハッカー気づくの早えよ。おじいさんはすぐさまこのエッチな機能を有効化するモッドを作り、世界中に配布しました。ここまで発売からたった4日の出来事です。うおエッチなミニゲームが遊べるぞ。このモッドは性欲を持て余したゲーマーの間で大人気となり、発表から4週間の間に100万回もダウンロードされました。すげー。しかしちょっと人気に火がつきすぎてしまった。アメリカの各地でこのゲームのレーティングが不適切であるとの批判が上がり始めたんじゃ。子供に性的なゲームを売ることを犯罪にしますと法案を提出する政治家まで出てきて、社会問題になってしまった、こんなことになるとは思っていなかった開発会社とおじいさんは、こんな機能知りません、ハッカーによる改変の結果に過ぎないから我が社は関係ありません、あわしはもともとゲームに収録されていた機能を有効化しただけじゃと泥沼の責任の押し付け合いを始めた。オランダのジジイ。そんなこんなでゲーム開発各社の法務部も、法務部が把握してない機能をゲームに載せるんじゃねえと。そらそうじゃ。最初に無茶振りをしてきたのはどこじゃっていう話よ。チート文化自体が廃れていってしまったんじゃ。そうしてチート文化が衰退していく中、先人のおじいさんたちの魂を引き継ぐチート太郎2が日本に生まれたんじゃ。んもう生まれんでええってよ。しかもなんで日本生まれやねんこいつよ。これを作ったおじいさん、当時日本で流行っていたモンスターハンターシリーズのとある任天堂 3DS 用ゲームソフトに目をつけた。モンスターハンターシリーズはプレイヤーがハンターとして雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームであり、ファンタジーの世界観ながら狩猟の方法やモンスターの生態についてリアルさを追求している。ちなみに今の説明 は裁判所の判決文をそのままコピペしてきたものだ。そうなんや。ちょっと待って、マジかよ。裁判官が真面目にこれを書いたと思うとちょっと笑えてくるの。チート太郎2は1と同じ発想でゲームデータの改造を始めたんじゃ。ただおじいさんは賢かった。日本の法律でチート太郎2をそのまま売ったら捕まってしまうかもしれん。だから別のマネタイズを始めたんじゃ。本来であれば難易度の高い様々なクエストをクリアしないと入手できないアイテムや装備品を最初から入手できている設定にしたりして、セーブデータを書き換え、そのセーブデータを売るというビジネスじゃ。チート太郎2の力があればどんな凶悪装備もレア素材も思いのまま。おじいさんはバカ稼ぎしてしまったんじゃ。さすがにこれを問題視した捜査機関がおじいさんを検挙することになった。ただ困ったことに適用できそうな法律がどうにも少ない。何せセーブデータの改造だから直接ゲームを改造してるわけじゃないし、会社に損害を与えているかというとまた微妙じゃからの。困った検察官が参照したのが2001年に最高裁で著作権侵害が認められたときめきメモリアル事件じゃ。事件あったの、むしろ木の下で殺人かなんかあったんですか、うん、あの伝説の木の下でこう首吊り死体が発見された怖いよ。ときメモ事件ではまた別の悪いおじいさんが、本来低い値から始まるべき主人公のパラメーターがゲーム開始当初から最高値であったり、卒業間近の場面から始められるデータが記録されている改造済みのセーブデータを販売しておった。この時の最高裁はときメモというゲームをよく理解した上で、ときメモのパラメーターというのはですね、主人公の人物像を表現するものでありまして、その変化に応じてストーリーが展開されるものであるわけです。はい。ときメモのゲーム性について若干キモい見解を示した上で、キモい見解、うん、いいじゃん別に。メモリーカードの使用によって設定されたパラメーターで表現されるべき主人公の人物像が改変されるとともにストーリーの改変をもたらしていると言えるでしょうと、厄介なオタクみたいな理屈で著作権侵害を認め、おじいさんは賠償金を払うことになったんじゃ。へー、さすが最高裁。まあ実際この当時の藤崎しおりルートってめちゃめちゃ大変ですからね。
はいはいはい、そうなんや。まあ確かにあのメインヒロインでありながら一番地雷が多い女の子ですからね。そう、爆弾がすごいって聞いたことがある、うん、爆弾がすごいたくさん並ぶっていう、うん、しかもあのパラメーターが高くないと見向きもしないという、なんとも言えない。いや詳しいな。友達に噂されると嫌だしみたいなやつ。そう地獄じゃん。この事件を参考に検察官は1、モンハンというゲームはリアルな狩りやその準備を楽しむということに重点がある、うんうんうん、2、モンハンのストーリー展開によってこれらは重要な要素であると大真面目に主張した、うんうん、まあでもその通りですよね。つまりリアルな狩りやその準備というストーリーの大事な部分を変えたんだから同一性保持権の侵害に該当すると主張したわけじゃん。あ、裁判所も最初は確かにハンターとしての熟練度を段階的に上げていくという過程が省略されてしまったらリアルな狩猟やその準備をユーザーに楽しんでもらうという著作者の意図が保護にされることになるよねと検察官の意見に同調していた。しかしチート太郎2オリジナルに負けず劣らず起死回生の反乱を繰り出します。著作者が意図したリアルさはゲームの設計によって実現されているものであってストーリーの展開によって表現されているものではない、つまり適法。そう、確かに著作権で保護されるのは著作者が作った表現であってアイディアではないんじゃない。だから例えば料理のレシピを丸パクリしたとしても著作権法違反に問われることはないんじゃない。ここで問題となった行為は要するにゲームバランスの変更に過ぎない。そしてゲームバランスはゲームの面白さを醸成させるためのアイディアにとどまる。おじいさんの主張が認められチート太郎2と開発者のおじいさんは無罪判決を言い渡された。モンハンの場合ときメモのように誰とエンディングを迎えるかっていうストーリーラインへの影響がなかったことが検察側の範囲だった。こうしてチート太郎はオフラインでは無双だったのじゃが、これを重く見た政府は2018年に不正競争防止法を改正した。保護が施されたゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡、セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行、これらが不正競争行為とされるようになった。これ2018年まであったけど、下火にはなってたけどもってことで、今までこれ完全に合法昔話ですよ。違法なこと一つも出てきてません。まあ確かにあの裁判所があの適法じゃって認めてしまっとるからの。さらに今のゲームはオンラインがベースじゃん。同じことをオンラインゲームでやったら不正アクセス禁止法をはじめとするさまざまな法律に当たることになる。課金アイテムを同じように増やしたらこれも当然業務妨害罪なんやらなんやらで重く罰せられることになるじゃん。これらの合法昔話は各消費者が自分のものとしてゲームを所有することができた時代の名残というわけじゃ。なのでチート太郎3を作ったら刑務所にぶち込まれることになるので、みんな悪いことしちゃダメだぞ。いやそれはダメだ。いやしてなんやろな。めでたしめでたし。すごいあの文言からうっすらとちょっとワザップジョルのが見え隠れするんだよな。裁判でも来てもらいます。いいですね。でもまあそりゃオンラインになったらな、それそうなるよ、ね、うん、そうか。だからみんながゲームが自分のものとして所有してなくなったっていうのはなんかちょっと感慨深い気がする。確かにそうですね。そうですね。